今村昭恒から1948年1月1日は日本の地震学者。1870年、鹿児島県鹿児島市に薩摩藩市、今村民進の三男として生まれた。鹿児島高等中学増資関与課を経て、第一高等中学校を卒業後、1891年に帝国大学理科大学物理学科に進学、大学院では地震学講座に入り、 そのまま講座助教授となる。1896年からは陸軍教授を兼任し、参謀本部陸地測量部で数学を教えた。明治三陸地震発生を機に、1899年に津波は海底の地殻変動を原因とする説を提唱した。現在では広く受け入れられている説であるが、発表当時はほとんど受け入れられなかった。1九百五年四月十日、 文部大臣から理学博士の学位を授与される。秋爪は震災予防調査会のまとめた過去の地震の記録から関東地方では周期的に大地震が起こるものと予想し、1905年に今後50年以内に東京での大地震が発生することを警告し、震災対策を迫る記事、市街地に オル自身の生命及び財産に対する損害を狩る、減する官報を、雑誌、太陽に寄稿した。この記事は新聞にセンセーショナルに取り上げられて、社会問題になってしまった。そして上司であった、大森ふさちらから世上を動揺させる不説として、攻撃され、ホラ吹きの今、村と中傷された。しかし1923年に、関東地震が発生し、秋常の警告が、 現実のものとなった。その後、関東大震災の地震を予知した研究者として、地震の神様と称えられるようになった。1911年に、今村式共振系を開発した。1923年に亡くなった、大森の後を継いで、地震学講座の教授に昇進する。1925年に、北田島地震。1927年に、 北丹後地震が発生し、次の大地震は南海地震と考えた秋常は、これを監視するために1928年に南海地道研究所を指揮で設立した。秋常の予想通り1944年に東南海地震、1946年に南海地震が発生した。東南海地震後には南海地震の発生を警告したものの、 被害が軽減できなかったことを悔やんだと言われる。1929年、1892年に解散していた日本地震学会を再設立し、その会長となった。専門誌、地震の編集にも携わった。1931年に東大を定年退官したが、その後も資材を投じて地震の研究を続けた。1933年に、 三陸沖地震が発生した際には、その復興の際に津波被害を防ぐための住民の交渉移転を提案した。また、津波被害を防ぐには小学校時代からの教育が重要と考えて、稲村の日の国定教科書への集載を訴えた。それが実現した後、1940年に稲村の日の教え方についてを表して、その教え方についても詳しく指導している。 1944年12月7日に東南海地震が発生した際には陸地測量部が掛川お前崎の水準測量を行っていた。この測量は今村の強い働きかけによるものであった。この測量の時、地震前日からお前崎が隆起する動きが確認できた。これが現在の東海地震の発生直前の地震予知が可能であるという根拠とされている。 浄瑠璃語りを趣味として、宴会で披露していたという。また、神教授に、方言で苦労した自らの体験から、1915年に、地方出身者のための東京弁の指導書である、東京弁を表している。なお息子の今村久志も地震学者である。また、医学者の今村名校は弟。ありがとうございます。